北安寺は、奈良県大和郡山市、ぬかたべの寺町にある神言、立州の寺院。三号は熊しこり山、本尊は十一面観音。寺名は、学安寺ではなく、角安寺と呼ばれている。大和郡山市の南端近く、大和川と佐保川の合流地点付近に位置する。当時は、ぬかた寺とも呼ばれ、大和国へぐり軍ぬかた座とを本拠としていた、豪族。 ぬかたべの氏の宇治寺であった。天平19年の大安寺が原縁ぎなみる岸財町によれば、なんと七大寺の一つである大安寺の前身は、水古天皇29年に、聖徳太子がぬかたべのの地に混流した熊しこり少女であって、これが移転と解消を繰り返した後、平城形の大安寺となったという。この熊しこり少女を北安寺に否定する説も、 あったが、今日では、史実とは認められていない。福山敏夫は、熊しこり少女をぬかたでらとする説は、鎌倉時代中期の聖徳太子伝式に初めて見えることから、熊しこり少女自体の存在を疑問視し、大安寺の創建を聖徳太子に結びつけるための加工だとした。その上で、大安寺の平常系意見に貢献したそう。同時が、 ぬかたべのし出身であることから、このような説が生じたのではないかとする。かつてがクヤ寺に伝来し、現在では、国立歴史民族博物館に所蔵される、ぬかた寺ガラン並上立図は、奈良時代のぬかた寺のガランと周辺の寺料の,の様子を、絵描き表した資料である。道図によれば、奈良時代のぬかた寺には、南大門、中門、近道、三重塔、坑道、 僧帽などの仮覧が立ち並んでいたことがわかる。この仮覧並見上理図は画面に記入されている人名等から天平法事年間頃の作成と推定され、ぬかた寺の創建がこれ以前であることを裏付けている。当時出土の古瓦のうち、創建瓦と見られるものは、丹弁六弁蓮華文献丸瓦で、七世紀、大通四半期に位置づけられる。境内西側からは、 法隆寺の創建が乱出土瓦と同型の手彫り、人道から草分のの平ひら瓦が出土している。ただし、この軒平ら瓦は一点のみの出土であり、これをもってぬかた寺と法隆寺の関連を解くことに、対しては慎重な意見もある。平安時代には寺勢が衰えたが、鎌倉時代後期に最大一の映像、認証らにより再興された。 戦国時代の名を8年12月、山和国に攻め込んできた、細川正元の家臣、赤沢智もによって焼き討ちされてしまい、再び荒廃した。天正8年、織田信長による検知で、寺寮180国を没収される。後に、豊臣秀吉により摂津国四天王寺へ五十頭を譲ることと引き換えに、寺寮一長部が与えられて再興された。約束通り、 慶長5年には、豊臣秀頼によって五十頭が四天の王子に移築された。江戸時代には、治療十二国を公認された。国宝、重要文化財以外に、下記六件のヒタ安寺ステラ像の文化財が、奈良国立博物館の所蔵となっている。2019年1月28日、奈良大学は、 北安寺伝来の木造四天皇像のうち2体から、行基大菩薩五作菅原寺などと記された、牧書名文が見つかったと発表した。四天皇像は、奈良時代の僧行基が最後を迎えた菅原寺から移されたとする伝承があり、同題は、説が裏付けられたとしている。動物像は2005年に、奈良大学が北安寺から譲り受け、 2014年からの解体修理の過程で、項目天造と多門隆志蔵の計7箇所から牧書名文が見つかった。字号の読みについては、週刊朝日百科日本の国宝 50P305 による、寺の公式サイトにはローマ字で格暗字とある。週刊朝日百科日本の国宝 50P303 ピアニッシモ25 237、週刊朝日百科、日本の国宝50、P303 文化遺産オンライン、P220、P237 文化遺産オンライン2009年文化庁、購入2015年文化庁購入2013年文化庁、購入、国立文化財機構について、年度別概要、概要国立文化財機構平成20年度自己点検評価報告書、4天皇像から、 行記名文なら、産経ニュース、産経新聞、2019年1月29日閲覧、ありがとうございます。